すする TV。 ずるずるどうも、すするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、すするの大好きな塩生姜ラーメンのお店が浅草にも登場しましたということで、こちらです。ドン。都営浅草線または東京メトロ銀座線浅草駅から徒歩3分くらいのところにあります塩生姜ラーメン専門店マニッシュ浅草店さんにお邪魔してます。こちらマニッシュさんは神田に本店があり、亀戸にも支店のある塩生姜ラーメンの専門店で、鶏ベースのソリッドな塩スープに生姜のアクセントもじんわりと聞いていて、個人的にはね、都内で5本の指に入ってくる美味しい塩ラーメンのお店です。今年の頭にオープンしまして、私の誕生日にもすすりに行ってきたんですけども、今回は改めてラーメンと丼物のコンビですすりに行っちゃおうということで、早速すすりに行っちゃいましょう。レッツゴー。さあ、塩生姜ラーメン専門店マニッシュ浅草店さん、食券制です。今回は塩生姜ラーメン味玉入りと生チャーハン丼をプッシュしました。マニッシュさんには何度も通っていますが、丼物を頼むのは初めてだなと思いながら待ってるぞ。こちらがマニッシュ浅草店さんの塩生姜ラーメン味玉入りです。どほー。何度も見ているこのビジュアルですが、何度見ても最高。しのごの言わずにすするぞってことで、いただきます。ではまずスープから。ちょめめい。鶏の旨味がたっぷりと詰まった肉厚な味わいに、エッジの効いた塩だれと生姜のアクセントが最高。改めてちょめめさを確認できる奥深い美味しいスープを何度も飲んでしまう様子をご覧ください。さあ、続いて麺をリフトして、せーのでスロー。でやん。ウェーブのかかった麺はスープの辛みが抜群で、安定のすすり心地を提供してくれる。量が少し多くなっているので満足度も高く、この麺もうまニッシュの大事な要因です。ではここで生チャーハン丼が登場。中央の卵黄を割って全体を混ぜます。それでは準備ができたので一口食らう。のほう。生チャーハンというだけあって、チャーハンのように炒めてはおらず、しかしチャーハンの味がするという魔法のような丼。ラーメンもさることながら丼物まで抜かりない。ぜひ一度注文してみてください。てな感じで、ジューシーな鶏肉もパクリと食らい、また飲むように生チャーハン丼をかき込んで、スープとの相性もバッチリだと確認してると、ラストまで一心不乱に麺をすすったりかき込んだりしまくって、味玉の出汁の効き方も最高だなと感心して、スープも余裕の感飲。本日も完食です。大変美味しくすすれました。ぜひ浅草でも塩生姜ラーメンをすすってみてください。それではごすべ。はい、ごちそうさまでした。いやー、浅草マニッシュさんに行ってきたんですけれども、うまかったですね。支店とはいえクオリティもかなりしっかりとしていて、安定の塩生ラーメン抜群の美味しさでした。スープは鶏ベースとなっておりまして、クリアな塩味に生姜のアクセントもじんわりと効いていて、あっさりしていながらも奥深さのある美味しい塩スープでした。麺は中細、少しこう縮れウェーブのかかった麺となっていて、スープとの絡みもよく安定のすすり心地でした。麺の量も少し多めとなっていて満足度が高かったですね。マニッシュさんには何度も言ってるんですけども、ご飯物の注文は初で、マニッシュの看板娘であるもぐらさんが作る生チャーハン丼は、炒めてないのにチャーハンの味がする独創的な一品で、塩生姜スープと合わせて飲むように完食してしまいました。改めてマニッシュさんの美味しさを確認するように一気に完食してしまいまして、浅草の地でもこの塩生姜ラーメンが広まって、みんながすすってくれたら僕的にもとても嬉しいです。ごちそうさまでした。それではするのをご視聴キャッチフレーズ、塩生姜ラーメン専門店マニッシュ浅草店さん、浅草市親浅草キット。